どうも朝のよりです、今回は宮城県に遠征ということで5時間ぐらいかけて移動します。落ち着いて練習があるってことなので頑張っていこうと思います。今はコンビニで化粧買って出発に備えていと思います。どうも、トモです。ということで今日朝7時学校を出発して12時半頃に着きました。で、練習を2時間ほどして、で、ホテル到着しました。5時半ですね、今ね、はい、今日、明日とトレーニングをして明後日に練習試合と。毎度のことながら今日の練習の反省したいと思います。はい、書いていきます。はい、今日の反省点、まず8対8ってをしまして、まず88の反省点ですね。こんな感じです。はい、パッパッ、間でまあ受けてもらうはもらうんですけども、すぐ前を向こうとしてしまうところがある。前を向いてボールの受けどころが悪くて遠かったり近かったりして、近いと顔が下がって周りが見えてなかったり、遠いとすぐ相手に詰められてボールを奪われたりしてしまうってとこですかね。はい、次11対11ですね。はい、こういう感じですかね。バン、結局のところ前で受けた後に失ってしまう。あとは守備ではもっとコミュニケーションをとってうまくはめに行くっていうと大雑把だよね。ツートップのバランスを整えて組織的にはめに行くってことですかね。ガンガン行っちゃいたい派なんですけど。で、まとめますと、はい、基礎基本、運動量を駆け引き判断。基礎基本はまずトラップパス、ドリブル、ドリブル、ボール保持ってとこですかね。ボールタッチですかね。やっぱりボールを離しすぎない、足元に入れすぎない、いい姿勢でプレーできる置きどころっていうのをもっと意識してやらないといけないってことですね。で、運動量に関してはアクションを起こして動き出しとか、あとは守備でスプリントを多くするとか、積極的にボールに絡んでいく。駆け引き判断に関してはボールをもらうところだったり、チームでやろうとしていることだったり、どういうパス、どういうもらい方、体の向き、顔を上げる姿勢とかですね。やっぱり当たり前のことは当たり前にしようっていうことですね。まあ、基礎基本がなってなければ意味がないんですけど、明日の練習ではそこを意識して引かないといけないっていうことですね。意識はもう今一瞬でね、意識は変えられるんですよ、一瞬で。でもその意識を行動に移すっていうことが少し時間がかかります。で、その行動が結果につながるっていうのも時間がかかります。一番手っ取り早く変えられる、意識を変えて行動を変えていくっていうことですね。朝練をしよう。朝練できないのかな。朝練ってできないのかな。はい、ということで、今からご飯を食べに行くので、チケット持ってね、移動したいと思います。移動したいと思います。持っていきます。ルブキも持って、ダダッと。いいですね。はい。あれ
あれ？前回の遠征動画で食事の内容を見たいって言っていただいたら、ありがとうございます。移動します。はい、本日の食事です。こんな感じで食べます。じゃあ食事します。ごちそうさまでした。はい、帰ってきましたよということで、軽食を買ってきたので、ちょっとあれね、軽食で、はい、中身を紹介したいと思います。まず飲み物いきますね。つっちーくんにおごってもらいました。スパークリング、スパークリングでした。これは冷蔵庫に入れますね。冷蔵庫に。おい、入んなくね、これ大丈夫これ。あれ、やばくね、これやばくね、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 これどうしよう。これでいいか。はいですね。はい、はい、続いてレモネードです。これいくらだっけ、100円ぐらいだったの。97円。こちらも、冷蔵庫に。やばかんね、これ。こうだね。おい、どうしよう。バナナを上に落として、こうすればいいのかな。で、これこうですね。はい、完璧です。はい、そして次に、何も見ませんでした、これですね。これおすすめです。これおすすめっていうか、一押しです。これ超うまい。これのキノコもうまいですね。はい、そしてこちらになります。APPLE、アップルと言います。はい、皮ごと丸かじりして今日を終えたいと思います。こちらもね、冷蔵庫によいしょ入れましたよ。はい、そうです。はい、ということで、今時刻は13時8分です。リンゴを食べたいと思います。いただきます。うめえ。リンゴって赤くないんです。あ、うめえわ。明日は試合なんでね、多分ゲーム中心の練習になると思いますが、一個一個意識して変えるところは変えていこうと思います。朝飯を食いに行きます。
あれ。おーい。寝起きや。寒いぜ。乗ってない。乗ってない。バイキングだ。じゃあ、いただきます。ごちそうさまでした。帰ってきました。どうもーですね。朝食はね、バイキングということで。コーヒーも飲ませていただきました。とても美味しかったです。ということで、今日はですね、トレーニングがあって、昨日ね、言ったことを意識するところを、まあ、意識から変えていくということで、頑張っていこうと思います。でも早速ね、練習の準備していこうと思います。はい。あら、はい、ということで、遠征ね、2日目ですけども、場所を言ってなかったですかね。言ってました。言ってない。遠征はですね、宮城県の女川町に遠征しておると、いや、いるということで、私はね、地元が宮城県ですから、非常に家が近い。バスで片道4時間ぐらいですね。学校からね。長い移動時間ですけど、こういうのは当たり前なんじゃないかなと思います。そこでね、いかにコンディションを整えていくかっていうのがサッカー選手に求められるところですね。皆さん、地元の皆さん、三重県の皆さん、チャンネル登録しましょう。皆さん、宮城県民全員がチャンネル登録をすることによって、私もしかしたら宮城県知事になっちゃったりして、全員から支持を受けているってことですから。準備しましょう。こちらが荷物になります。着替え、サッカー用品ですね。スパイク、スナテ、インソール、スクイーズ、靴ですね。はい、7時21分ということで、出発が8時45分まで J 会場あります。心を整える時間です。じゃあ、まだ出発時は出発だけだって、ということで、バス乗って練習行きたいと思います。おい、待って、やばい、オブネやば、こいつ天気良すぎ。ここまで気温も高くないから、いいですね。よし、クソ天気いい。カメラマンきた。カメラに映りながら撮ろうって。普通に撮られるの慣れてないわ。どうぞ。人は撮るし。うわ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。これいいですね。
今日ツーリング日和じゃん。朝が一番いいんだ。え、ちょ見て、ほらほらほら、魚あれ浮いてるってよ。あれ死んでね、あれ。あれ取ろうよ。あれ死んでる。ほらこれいいし、ほらめっちゃいるやん。めっちゃいるやん魚。めっちゃいい。はい。ということで、帰ってきました。今日はですね、とても寒かったです。女川町をね、見て回って、震災のお話も聞いて、すごく濃厚な一日だったと思います。ちょっとうるさいのは、お湯を、お風呂を沸かしているからです。では、本日も反省を書いていきましょう。では、今日の反省。これペンが壊れてね、これ。まず、今日は基本的に11対11でしたね。その前にいろいろ動きの練習とかあったんですけども、昨日、じゃあ前日に話した、もらった後に周りを見えてない、行動に移すってことが、まだ見てないってことですかね。ボールの置きどころ。積極的な間で顔を出すようにはしてましたけど、立ち位置、ポジショニング高さだったり、もっと落ちていいとか言われたりしてたんで、受けるって言っても、ただ間にいるだけじゃダメなんで、裏抜けが少なかったですか。あとは守備のところでもっと強度を上げれたらなって思いました。やっぱり追いかけてるので疲れるのは当たり前ですけど、ここでいかにプレスをかけれるかっていうところですね。前田大然さえ私に降りてくれば、今現在時刻は5時7分ですね。帰ってきたばっかです。はい、ということで、じゃあ次は、また夕食の時間にお会いしましょう。はい、ということで、6時半。なんとね、飯。今日の飯は、チキン南蛮欲しい。行くよ。ごちそうさまでした。飯帰ってきました。プラス買い物してきました。はい、ということで今日買ったものを紹介したいと思います。まず1つ目、三色団子。腹持ちがいい餅。腹持ちがいい餅。腹持ち餅で、ふんわり焼き上げたカステラミルク風味。でっかいやつを買いまして、これ賞味期限10月30日。これ大丈夫か。団子、あ、タオルは気にしないでください。団子入れます。あ、いい。そしてカステラもこれ冷やした方がうまいからね、ここに置いとくか。潰れるな。どうしよう。こうか。これバランス取ってくれ。金太キューウェイ。これゴールデンキューウェイです。皆さん知ってましたか。タバコといけるんです。こちらもここでいいか。ここに入れておきます。クロレラ7本入り100円でした。これもいけますか。ここでいいかな。ここでよいしょ。超ぴったりだ。そしてはい、特にね、無駄なものは買ってないという印象でございました。明日はね、試合があるんで、あと遠征が最終日ということで試合があって、しっかり、明日に備えていこうと思います。食堂もとても美味しかったです。写真を撮るのを忘れてしまいました。
申し訳ございません。今日はそのとこですかね。エゴエゴ。皆さん、おはようございます。現在時刻は6時10分です。クソ眠いぜ。クソ眠いぜ。さて、今日は遠征3日目、ラストということで、試合がありますね。おととい、昨日、出た反省を生かして、いい結果で来れるように頑張っていこうと思います。ですね、でいくね。はい、ということで6時半になるので飯行きます。頑張ってね。6時半だよ。昨日と一緒。絶対寝てたい。ごちそうさまでした。ジョジョ食ってきました。うまかーですね。今日は試合ということで、目標はまず結果を残すということで、数字のところで点を取る、アシストする、ゴールに絡んでいくっていうところですね、目標は。点を取らないといけないポジションです。なので、現在7時5分です。出発が8時ということなので、一応着替えてはいるんですけど、準備もね、ちょっとしていこうかなと思います。では産地。はい、ということで、ついに出発の時がやってまいりました。ここの部屋とはもう今日でお別れです。ありがとう。行きます。天気いいわ。お願いします。はい、エゴエゴ。どうも、戻ってまいりました。しゃあ、はい、ということで、ついに、2泊3日の遠征が終わりました。今日は試合をしました。今日の反省からいきましょう。反省としては、一昨日昨日から行ってきたその基礎のところですね、トラップパスのところがちょっと大変ですね。そのボールを失ってしまうっていうところが大きな目立ったところだと思います。で、あとは前でのアクションですね。落ち気味で位置が低かったり、もっと前でアクションを起こして裏抜けだったり、最終的にはシュートをして一番いいのがゴールを決めるってことなので、目標であった結果を残すということはちょっとダメでしたけども、ボールに絡むっていうところではプラスだったのかなとは思います。数字を残すってところが全然ダメだったので、どうなったところですかね。今回の遠征で見つかった課題をまた今週から今後ね、ちょっと生かして、いけたらなと思います。では行きましょう。今日の一言。バス移動を全部合わせて1億年。Oh yeah. 1億年。